こんにちは、亀太郎です。こんにちは、シャキです。今回も頑張ってやっていきましょう。そうだね。前回の動画で新しいろ過装置の作り方を途中まで説明しましたが、今回はその続きです。前回の動画を見てないという方はこの右上をクリックしてみてくださいね。それでは早速スタートです。前回本体の部分が完成して水漏れテストまで行いました。水漏れテストの結果は水漏れなしで問題ありませんでした。今回はこれからろ材を入れていくための準備をします。それではご覧ください。ここからはちょっとした工作です。これはメッシュボードという100円ショップで買った商品です。そしてこちらが鉢底ネットです。これも100円ショップで買いました。この2つを結束バンドで固定します。固定するとこんな感じになります。この網がろ材の受けになります。そしてここに設置します。このスペースは特に使うつもりはなかったのですが、思っていたよりスペースがあるので使用することにしました。そしてこちらにも設置します。こちらは結束バンドで固定しないでそのまま設置しました。ここはエアレーションしてろ材が流動するようにします。最後にここにも設置します。ここには鉢底石を入るだけ入れる予定です。これでろ材の受けは完成です。これはヘチマロンというろ材です。どれくらい効果があるか分かりませんが、これを使用することにしました。これはヤフオクで1200円だったのでついつい買ってしまいました。ここにこういう感じで入れて使用します。ここがろ過装置を設置する場所です。今までこの場所にはコンテナボックスで自作したろ過装置を置いていましたが、これからはこのろ過装置を置いて使用します。こういう感じで2つ並べて設置します。まず排水の配管を先に行います。施設のマスに流れるようにパイプを接続していきます。あまり深く掘らずに勾配がつく範囲の深さにしました。パイプの接続が終わったら埋め戻します。きちんと流れるか水を入れてテストしてみます。このバルブをひねると第2層の水が排出されます。思ったより勢いがあっていい感じで流れてますね。この後他のバルブも試してみましたがいい感じでした。次は通水テストをしてろ材を入れていきます。それではご覧ください。いよいよ水を入れて稼働させてみます。この下に水中ポンプがありますので動かしていきます。いい感じに水が出てきましたね。あれ、この第1層には
土材として鉢底石が入ります。鉢底石は今までコンテナのろ過装置で使っていたのをここに入れていきます。第1層に鉢底石が入りました。こちらの第2層ですが、これからエアレーションを作ります。そしてこっちの第3層ですが、ここにもエアレーションを作ります。最後のここですが、鉢底石が余ったので入れました。だんだん形ができてきました。あとはエアレーションだけです。次はエアレーションを作ります。これは何回か失敗して一番苦戦しました。それではご覧ください。これから第2層と第3層のエアレーションを作っていきます。これは屋外散水用ニップルです。これをこんな風に切って使います。そして水がにじみ出るホースとつないでエアレーションにします。こんな感じで第2層と第3層のエアレーションができました。空気が入ってくると浮いてしまうので、こういう感じで固定してみました。これを第2層にセットしました。ポンプの電源を入れます。良い感じで泡が出てきたのですが、結果的にこれは失敗でした。泡が細かすぎて土材が流動しませんでした。第3層はこんな感じで土材の下にこのエアレーションを設置します。下にエアレーションを入れましたが、やはりこれも浮いてきてしまいます。見た目は良くないですが、庭にあったレンガを置いて沈めることにしました。こちらは細かい泡が土材全体に行き渡ってる感じで気に入りました。こんな感じでいいところまでできてきましたが、第2層のエアレーションだけまた考え直します。今度は底板の下にこのエアレーションをセットしてみましたが、あまり変わらず失敗でした。次にパイプで自作してみましたが、これも失敗でした。均等に泡が出ませんでした。その次はこの散気管を使ってみました。この散気管に望みを託してみます。この散気管をこのようにセットします。そして最後に底板で浮かないように押さえます。今回はこの4本の3機関を1本ずつエアーを調整できるようにしました。結果としては2本を強くすれば良い感じで流動することが分かりました。それではポンプの電源を入れます。いい感じですね。炉材はヤフオクで落札しました。バイオボールという炉材です。これを第2層に入れていきます。
第2層は少し手がかかりましたが、やっと満足がいくようになりました。次はエアーポンプを紹介します。エアーポンプはどれがいいのかいろいろと悩みました。それではご覧ください。というわけで、今まで長々と作り方の説明をしてきましたけど、最後にこのエアーポンプの紹介をしますね。この中にエアーポンプが入っています。今回強輪エアーブロー C8000 というエアーポンプを買いました。最初はブロワーの方が良いのかなとか思って、このエアーポンプの問題で2週間くらい悩んだんですけど、結局は電気代を考えると断然こちらの方が安いし、風量はブロワーの方が多いですが、そこまで必要ないだろうし、というわけでこのエアーポンプに決めました。問題は屋外用じゃないので防水をする必要があるってことです。発泡スチロールを FRP でコーティングして防水と温度変化に対応できるように考えてみました。これで問題があった場合はブロワーを買うかもしれません。というわけで長々と紹介してきましたが、これで全ての紹介が終わりです。長すぎだよ。ははは、は久しぶりの配信だし、たまにはいいよね。ですね。ですね。あと、質問などありましたら、またコメント欄にしてくださいね。返信遅い時ありますけど、ご了承ください。それでは、最後に、現在の池の様子を見ながら、お別れしたいと思います。ここは、コガメ用の池の冬眠シェルターです。ここで、コガメたちが冬眠しています。あんまり邪魔してもいけないから、少しだけ見てみます。邪魔してごめんね。あと、今年は、水中冬眠の子が多いんです。冬眠シェルターに入れてもこっちに戻ってくるんです。そうなのよね。まあカメさんたちが選んでやってるから仕方ないよね。ですね。ですね。あと最後にこっちの冬眠シェルターも少し見てみましょう。これはエリちゃんだよ。その子はランディ。これはテンちゃんね。シャキちゃん、俺も言いたいのに。シャキだって言いたいもん。邪魔してごめんね。こんな感じでみんな冬眠中ですが、無事にろ過装置が完成してよかったです。みんな冬眠から覚めたらびっくりするんじゃないの？さすがにわかんないでしょ。けど水がきれいになったとか思うかもよ。そう思ってくれたら嬉しいな。というわけで3回も配信して長かった今回のろ過装置の動画ですが、これで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。